気持ちよくない、気持ちいいっていう二択になってたら、うん、気持ちいいの方なんだよね。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、私が下半身麻痺になってからちょっとずっと不安というか疑問というかなんかそういうので悩んでいたセカンドバージンについて、ちょっとお話ししていこうと思います。で、ちょっと今日はね、私一人だけで喋るのもなんか恥ずかしいというか、どういう風に喋っていいかもわからないので、ちょっと友達と女子トークみたいな感じでやりながらお伝えできたらなという風に思います。じゃあ、マジでやばい、始め方がわかんないね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますよね。はい。はい、じゃあなんか、ね、はい、まあ、一回もう話してるけど、うんうんうん、じゃあ聞いて、質問形式にしよう、うん、質問形式にしましょうか、うん、はい、わかりました。でも真面目なそうだねやつだからね、うんうんうん、ちゃんと放送できるくらい、そうだね、そうだね、ちゃんと考えて質問しなきゃいけないね。じゃあピーばっかりしてる。皆さん気になってるところだと思うんですけど、うん、いやだいやだ、標準じゃない、敬語やだ、あ、なるほど。インタビューみたいな。みんな気になってることだと思うんだけど、うん、実際じゃあセカンドバージンを卒業されたということでおめでとうございます。ありがとうございます。実際どうだったの？あ、でもやっぱ感覚がない分分からん、感覚ない、うん、やっぱ分かんなかった、何されてるか分かんなかったけど、うん、健常者の時の感覚はない、うん、ただお腹のさ形成って言って、うん、こう触られたら筋肉がギュッとこう固まる感じというか、なんかそういうのはあるの。だからこう触られてた時にそのお腹がなんかこう違和感というか緊張してるから、あ、触られてるんだろうなっていう感覚。よく1年半でそういう状況になる。皆さんそう思うよね、多分1年半すごくない？いや、俺もなるとは思ってなかったよ、うん、ただ本当になんかいろんなタイミングが重なってで、うんうん、そういうシチュエーションになったの、うん、多分みんなさん気になるところそのシチュエーションになったと思うけどね。でもなんかね、もともとちょっと知り合い、うん、知り合いっていうかもう車椅子になってから知り合った人で、うんうん、で普通にご飯食べてて、うん、なんて言うんだろうな、むずいな、勉強のためにしてみたっていうこと。勉強なんか、なんかそれはなんか普通、でも普通に一緒に寝たの、うん、とりあえず、うん、何も起きず一緒に寝ましたよ、普通に、うん、だってこっちはなんかこっちからはいけないから、女の子ですからね、まあ、それもそうだしさ、うんうん、やっぱそれこそ不安があるから、うん、なんかどうなんだろうなって思ったんだけど、うん、で朝方こうパッとお互いでも緊張してたから、うん、目が覚め、うん、言葉言いでなんかね、言葉言い、うん、あの空気感だから、うん、であっちが近寄ってきて、うん、みたいな、いやでも自分からは誘えないって思ったの、うん、分かんないし、うん、でもあっちも一応その積損とかっていうのちょっと分かってる人だったから、うん、でカテーテルももう刺してた、その夜寝る時だったからカテーテル刺しっぱなしで、そう、尿をためるバッグをその、うん、あるわけよ私は、うんうんうん、だからその姿だし尿取りパッドもつけてたし、なんなら、うん、だからていうか私可愛いパンツも履いてないわけ、うんうんうん、だからそんな見られ通常スタイルだねいつも。そう、ね、だからもう無だよ、無、うん、何もしないっていうのがあったんだけど、うん、なんかそのこうやるやらないのこのさあるね、もぞもぞというか、うんうん、あの空気感で楽しいよねそれね、まあ、楽しかったよ、久しぶりにそういう感覚があったから楽しかったけど、うんうん、私はやってみたい気持ちはあるって言ったのだからちゃんと、うんうんうん、もうここまで来たら、それはなんか好奇心なの、それとも性欲なの？いやー好奇心キャでもそれはもうその人にも言ってるから、うんうんうん、なんかそういうちょっとお勉強というかさ、うんうん、ちょっと知ってる人の方の方にの方が任せられる、まあ、安心はできるよ、ね、だから、うん、じゃあいいよってなって、うん、でもカテーテル刺したまま、刺したまま、そうだから衝撃的だしそうだから刺したまま、うん、人なんだけど、うん、どうなんだろうね。でもなんかほら女の人ってさ脳とかなんかそういうのって言うじゃん、うん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 、だから元々行為自体というよりかはそう元々のだからそのイメージを覚えてたから、うん、気持ちよくない気持ちいいっていう二択になってたら、うん、気持ちいいの方なんだよね。
感覚はないけど、ない、うん、ないけど、うん、多分その、ま、覚えてた記憶で、うん、あんな感じだなみたいな、うん、今こんな感じ、そうそうそう、こんな感じなんだなっていうのになってて、うん、あとでも上は分かるから、どこから上だっけ、今はね、みぞおちだね、みぞおちから上は分かるから、うん、もう上があるからっていうか、上でどうにかなる上でどうにかなるとは言わないけど、でもなんかそのさ、うん、人と人のその肌の触れ合いの久しぶりだから、うん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 、それもそれで満足、それで満足くらいの勢いだったかも。人肌がいいってこと？あ、そう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 、温かい感じ？なるほどね。え、結局さ、まこ別にそんなに性欲なかったじゃん、怪我してから、うん、あんまり、うん、一回さ、知ったことによって、うん、そういうのは何増えていくものなの？うん、目覚めた。あ、マジで？そう。へえ。だからその不安っていうのがなくなって、うん、終わった後もね、聞いたの、うん、ちゃんと感想を。うん、すごいね。じゃあどうなってるかわからないから。読書感想文。そう。だからなんかこう緩いのかきついのかとか、なんかそういうのもちゃんと全部聞いて、それこそね、乾いてるのか乾いてないのかとかさ。すごい勉強熱心だよ、そのあたりもね。でもしたら全然普通だと、うん、もう忘れる、麻痺してるなんて忘れるくらいの普通だったから、うん、全然普通だったよって相手もなったわけ、うんうん、でだったら安心するじゃん、こっちとしては。そうだね。そう、だから、まあ、その後もちょっと何回か回数を重ねて、うん、好きになっちゃうけどね。ああ、まあ、うん、まあ、で、回数を重ね回数を重ね、うん、でも回数を重ねれば重ねるほど敏感になる、分かんないけど、うん、より敏感になるし、うん、で、一個やっぱりね、カテーテルを刺したままではダメだっていうことに気づいた。2回目からはもう外したの？いや、3回目くらいまではカテーテル刺したんだけど、うん、なんで抜こうと思ったの？カテーテル血が出る。え、怖い。そう、その終わった後にさ、うん、カテーテルの管って常にこう尿が通ってる状態なんだけど、バチくないの？それはバチくはない。あ、そうなの？だってちゃんと管、じゃあほら傷つくっていうこと。ああ、そう、そういうこと、そういうこと、うんうんうん、だからその摩擦で多分、うん、中で膀胱を傷つけてるわけよ、うん、カテーテルがね、うん、だからそう思うと終わった後こう血が流れてくるから、だから漏れるのが嫌で、うん、カテーテルを刺してたけど、うん、でも膀胱のことを考えたら、どう考えても刺してたら危ないっていうか良くない、うんうん、から行為をする前にもトイレに行って、うんうんうん、終わったらまたすぐトイレに行ってみたいな感じだったら、うんうん、やってる最中に漏れたことはないかな。あ、そうなんだ、うん、なんか終わって、うん、なんか大丈夫でしょうって思って、うん、そのまま布団にいてたら漏らしたことはあるけど、うんうんうん、そこをちゃんと終わった後にすぐ行けば多分あんまり漏れることはないなって思った。その方がまあ安心、安全だもんね。そう、それからなんかね、下に敷くっていう手もあるんだって。シートみたいなさ、うんうん、漏らしてもいいよシートみたいなのがあるから、うん、それを敷くとか。え、でも相手の人は健常者なんでしょ？そう。だったらまだちょっとなんか安心なところはある。わかんない、ほら赤損の方同士だとなかなか難しいところがあるような感じが勝手なイメージだけど、どっちも動けないからね、うんうん、難しいよねそれは。多分やっぱりどっちかが動けた方ができるから、うんうんうん、でも本当になんかね、なんていうの、そのエロ、エロって言っちゃった、うんまあ、そういうのじゃなくて、うん、なんだろう、まあ、今のご時世さ、ほら、うん、若い子たちって別にしなくてもいいっていう人たちもいるじゃん。いるみたいだね、まあ、それは別にそれでいいと思うけど、うんうん、私はそうじゃないところで生きてきた人だから、うん、触れ合いを大事にするタイプ。そう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 だから本当にさ、できたことによってめちゃくちゃなんかもう自信がついたっていうか、なんか世界広がったかな、広がった、そう、うんうん、だからその不安をずっと持ってて、うん、できないかもしれないって。そうそうそう、うん、でそのことによってその恋愛にも逆に前向きになれないわけよ。男の人がそういうの全然興味ないですよって言う人だったら、いるの？そんな人。わからん。でも今のはそう、今のご時世そういう人多いって言う。草食系、超草食系でさ、俺は別にそんなのしなくてもいいよって言う人だったらまあいいけど、うんうん、そうじゃない人仮にじゃあ好きになって付き合った時に、うん、納得っていうかさ、満足してもらえなかったら
どうしようとか、うん、あるじゃん結局 ね、 ね、そこはやっぱり大事な部分だと個人的には思うから、うん、だからそういう部分でそのできない人と付き合ってくれるのかなっていうのも出るから、うんうん、そこができるようになった、なんかなんなら結構自信がついた、うんうん、いないと何でもできる、なんか不自由ないねあんまりね、うん、なんてからも、うんうん、ないないね、で相手もちゃんと満足してくれてるっていうのを知ったら、うん、なんか本当にもっとちゃんと恋愛に前向きになれるなって思った、うん、あ、そう、その恋愛の話も今後聞けるかもしれないそう、あれ、分かんない、あるかもしれないけど、うん、とりあえずだからね、その良かったなって思って卒業できて、そうだね、そう、まあ、男性諸君のやつは本当分かんないけど、うん、入院してる時とか絶対そういう話になるの、うん、めっちゃ若い子たち、20歳前後の男の子たちとさ、うん、一緒に入院してたから、うんうんうん、みんなあのあれなの、脊髄損傷、そう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 、うん、だからできんのかなとか、もう男の人はさ女の人より多分大変なところがあるから、う、どうなんだろうなっていうのがあったけど、うん、なんかそういう話もできない、うん、恥ずかしいとかさ、うん、やっていいのとかってもあったけど、うん、あったけど、うん、女の人はできる、女の人はできるとは言わないけど全然できる、全然できるし、自信満たされる、そしてめっちゃ満たされる、うん、なんか女性ホルモン出るとか言うじゃん、そう、輝く輝く、あ、ほんと？なんかハリとかも良くなった？お肌の調子なんかでもお肌の調子いいねって言われるから、うん、最近は、うん、多分やっぱりそういうの大事だと思いますよ、ほんと大事だと思います、で本当に不安なね人がたくさんいると思うけど、なんかやっぱ、まあ、相手次第だけ、相手次第っていうか、まあ、理解してくれる人だからこそそうなってるっていうのがあるから、まあ、その前提でね、全然大丈夫だなって思いました、締めていいかな、はい、またでもなんかいろいろ進展があったらお知らせします、うん、じゃあ楽しみに待ってます、はい、はいはい、じゃあ今日はこんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございましたって言ってる障害を負ったとしても性に対する思いはみんなと一緒です。これからも私はタブー視せずに私が思う発信を続けていきたいと思います。